秋葉系アイドルチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。はい、私たちピチピチの宝石アイドルビエノロシです。はい、リーダーのリナリナこと島田リナ、高校1年生です。ユッキーこと藤木ゆきの高校2年生の16歳です。はい、キラリンこと藤井キラリ、14歳の中学3年生です。はい、りっちゃんこと松井りず、16歳です。はい、かっさこと田辺かずさ、15歳の高校1年生です。はい、18歳の夢見るお人形、りんりんこと松岡りんこです。はい、あおにゃんこと空の青空、17歳です。はい、ということで私たちは、はい、富山県のご当地アイドルなんですけれども、実はね、ビエノロシの名前の由来は富山湾の宝石と呼ばれている白エビを逆さから読んで、可愛くちょっともじったのがビエノロシになっているんですよ。なのでね、皆さんね、ぜひビエノロシに会いに、白エビを食べに富山県に来てほしいです。皆さん富山県知ってますよかな。知ってますか、知ってますか、知ってる、知ってるみたい、知ってるみたい。よかったよかった。皆さんぜひ遊びに来てください。はい、そしてですね、ビエノロシは6月28日に名古屋のダイヤモンドホールというところで、ジモドルフェスタというローソンさんのイベントがあるんですけれども、そこに出演させていただきます。なので皆さんぜひ会いに来てください。はい、そしてですね、富山県内では私島田里奈がニュースで英語塾というレギュラー番組をさせていただいていたり、ビエノロシ全体では噂の店探検隊というね、富山県内の美味しい食べ物のお店や体験しに行ったりしているの、はい、している番組もあったり、私と松井リズちゃんが、はい、陽一のトリプル X というラジオ番組に、はい、レギュラー出演させていただいていて、はい、毎週金曜日に入っていたりするので、皆さんぜひ見てみてください。はいはい、はい、その他ではですね、ビエノロシの公式ホームページやメンバー個人のツイッターやブログなどチェックしてみてください。よろしくお願いします。お願いします。以上、私たちピチピチの宝石アイドル